こんばんは。こんばんは。まあ、ちょっとですね、今日急にこういった動画を出させていただいたんですけれども、はい、かなり重要度が高くですね、皆様にどうしてもお伝えしたいことがございまして、今回急遽動画にさせていただきました。はい、で、今回何があったかっていうことなんですけれども、はい、個人にも関わることにはなりますので、現段階では、名前に関しましては伏せさせていただきながらご説明はしようかなって思ってるんですけれども、皆さんももし、これ誰のことかなとか、そういったことを思っても、できればコメントでそう個人名は避けて、いただければなと思っております。はい、まずですね、今回何が起きたかというとですね、大きく言うと、我々のリスナーが、傷つけられたこと、事象が起きました。で、七不思議のですね、10万人イベントを際してある方が七不思議にですね、ちょっとプレゼントを贈ろうということで、そのプレゼントの資金をリスナーから集めて、そのプレゼントをみんなで購入しようということが、我々の知らないところで、10万人イベントでサプライズでですね、はい、お届けしようという企画があったようです。で、それがですね、イベントの半年前ぐらいから企画が立ち上がって、総勢、約30名のですね、リスナー様がそこにお金を出資をして、でその方が幹事として、あるプレゼントをですね、ちょっとプレゼントも何かというとですね、本人にはってかみんな分かっちゃうと思うんで、それもちょっと一回伏せさせていただきますが、そのお金を集めて、その幹事というか、そのお金を集めた方が、それを制作をするというような形で、半年前から進行したようです。で、なかなかですね、進行の垂直状況、制作しているものの進捗状況の連絡がなかなかなかったようで、そのお金を出していた方たちに、はい、でこれ本当に進んでるのかなとか、これ今どうなってますかっていうような、ちょっと怪しい雰囲気がちょっと漂ってたようで、それとはまた別に、なぜこのことを僕が知ったかというとですね、七不思議のロゴだったりとか、いろいろなキャラクターだったりとか、今グッズになってるものもありますけれども、そういったものはですね、制作者がいるんですね。で、著作権の、兼ね合いでですね、そういったものをですね、で何か商品を作ったりとか物を作ったりとかってなると、その制作者の方に、お断りを入れて、作らないと、気持ち良くないかなっていうところだったりとか、ある種ちょっとお金がかかるっていうこともありまして、そういったことに抵触するかもしれないという、危惧した、その出資者の中の1名からご連絡をいただいて、そのプロジェクトがあることを、イベントの約1ヶ月前ぐらいに、知りましたと。で、その滞ちょっと進捗が滞っているお話であったりとか、ちょっと不安にされている方もいるということで、これちょっと僕が危惧したのは、そのイベント会場にそのお金を集めた方が来てプレゼントするっていうお話だったんですけど、これ万が一そのプレゼントをイベントの時届けに来なかったら、そのお金を出してくれた方は、その10万人イベントを楽しんでもらえないなって思っちゃったんですよ。なるほど。純粋に、なので、ただ僕がそれ進捗ないんですけど、本当にやってないんで、本当はやってるんですか、やってないんですかみたいな詰め方をしてしまうと、なんか気まずくなって、その方がそのイベントに来なくなってしまった、結局それがまたみんなの不安を煽ってしまうっていうことにもなりかねなかったので、まずですね、その出資者を全員、入れたグループラインを作らせていただいたんですね、裏で僕が。で、そこでですね、今のこの進捗状況であったりとか、
そのまああんまりこう問題にイベント前なのであんまりこう表に問題として出ないようにまあいろいろちょっと調整をさせていただきました。その際にですねやっぱりその出資者の中にはですねなんでそのお金を集めた人だけそのグループラインにいないんだというところでなんか不信感を持ってしまってちょっとお怒りになってしまった方だったりとかもうはっきり言いますけどもう七不思議ファンをやめますみたいな方も、まあ、ちょっと何名かいました。とはいえですねどうしてもですねその10万人イベントをみんな楽しい状態で、まあ、気持ちよく、ね、クリアしたかったので、まあ、その場でですねちょっと皆様にお話をさせていただいてその制作したお金に関してですね、皆さんにウェンズデー社から僕の会社からですねお金を返させてくださいとで一旦僕が全部肩代わりさせていただくことにすればもしそのお金を集めた方がイベントに来なくてもお金自体はなくならないってことお金が返ってきてるんでお金自体のところで問題にはならないかなと思って、順次ちょっとお金を返させていただくというお話を、させていただきました。で、ちょっとイベントの時にですねそのお金を集めた方が、ちょっと体調が悪くて来れないみたいなちょっと話もあったりとかしたので、まあ、結局その、まあ、あんまりこう刺激をせずですねイベントを過ごせればということで、そのままイベントにちょっとあえてうやむやにしたまま突入して、まあ、結局その、お金を集めた方はイベントに来てそのプレゼントは受け取りました。はい、はい、受け取りました。で、まあ、その後ですね、その後日ですねイベントが終わった後日、お金を集めた方に、まあ、僕の方でお金を、全部なんていうんでしょうね肩代わりをしたというところで、まあ、それで全然いいんですけれども、ちょっと商品のそのもらったもののですねにやっぱロゴマークが入ってたりとかしたので、まあ、どういう経緯でどれぐらいのお金でどれぐらいのものを作ってでっていうところはちょっと改めてちゃんと詳細をお伺いしてたんですね。で、初めお伺いしたのは皆さんから、2000円を集めて、なんで計6万円ですね、はい、30名なので、お金を集めたっていうお話 でその6万円を、フルフルで予算全部使って作ったらしいんですねプレゼントっていうふうにお話をいただいたんですが、いろいろヒアリングをするとですね、2000円以上出してる方もちらほらいたんですよ。まあ、金額ないですね。はい、2口3口買ってるみたいな方が出てきて、そもそもその6万円集まったっていう僕報告をいただいたんですけどもっともっとお金集まってたんですね。はい、なんていうでしょう変な話、まあ、7万円8万円みたいな感じでお金が集まっていて、で実はその2000円以上預けた人にも全部一応僕からお金を払ってるのでそこはトラブルはないと思うんですけれども、まあその事実申告されてることとみんなから集まってるお金の合計額が違うんでこれどういうことですかっていうリターン と、どういう政策工程なのですかっていうところで1ヶ月以上やり取りをなかなかこう返信が返ってこないのであとはその口座の、どれぐらい本当に振り込まれた額を、の明細を、まあ、ちょっとカードをなくされたということなんで再発行だったりとかで1ヶ月以上ですね1ヶ月半ぐらいやり取りをしたんですが最終的にですねそのやり取りをしている途中に、その方ツイッターでやり取りしてたんですけど、アカウントを消しまして連絡が取れなくなりました。はい、でまあ僕は怒ってます。何に怒ってるかというとリスナーを騙そうとしたことなんですよ。我々に直接的な何かが来れば全然まだそれは全然受けるんですけど、ね、そのみんながみんな別に裕福なわけじゃないと思うんですよ、うん、で無理してお金を出してる方も いると思うし頑張ってた、まあ、そのお金を集めたから僕はそれがリスナーを傷つけた風にしか見えないし、うん、その差額で利益を出してることに対してめちゃくちゃ憤りを感じてます、うん、はい
まあ、七不思議の2人はイベントが終わるまでこの件はあのちょっと伏せてました。僕はあのその 100% イベントにかけてほしかったもん でそれを共有して、まあ、僕はちょっと許せないかなっていうところですね。まあちょっと、まあ、ごめんなさい、僕だけ喋ってあれなんで、なんかそうですね、はい、いやなんか最初聞いた時は、はい、まあ初めに来たのが、うん、その僕もね、うん、そのお金集めた方、はい、分かってるんで、はい、がっかりしたんですよ、うん、でがっかりしたんですけど、はい、そっからこうお話をいろいろ聞いていくと、はい、やっぱりね、なんていうんですか、うん、やっぱみんな、うん、僕らの応援、僕らを応援してくれてる人って、はい、家族がね、いや、うん、ファミリー、ファミリーです、うんうん、はい、うん、そうが多いんですよ、うん、でその中でも僕らみたいな、まあ、言ってみたらね、こうもう年寄りが2人で頑張って10万人達成して、でそれをみんながお祝いしたいっていう気持ちでね、なんかこう募ったわけじゃないですか、はい、それを踏みにじっとるわけなんですよ、うん、いや普通に許せないでしょこれ、はい、許せないですね、はい、でね、うん、何が気に入れないってね、はい、いやそれは怒りますよこっちは、うん、で怒ってる状態でね、こうまあまあその関口さんがね、うん、間に入ってくれて、うん、こうやり取りして、うん、で僕はですよ、はい、僕個人としては、うん、こっちはムカついて怒ってるんですけど、うん、そこで、うん、謝罪してくれたら、うん、もう大人ですし、まあはい、和解はできるんですよ。その後気まずいんで絶対ね、うん、その人も、うん、で離れてっても全然いいですし、うん、もうみんなに謝罪するんやったら謝罪してもらって戻ってきてもらっても別に僕は良かったんですよ、うん、なんで逃げんねんっていう話じゃないですか、うん、はい、逃げんのはダメでしょ、話できないですもん、もうその後も、はい、だからちょっと現状は怒りのやり場ないんで、うん、うん、いやどうしようもないです、同じ気持ちです、はい、ももさんいかがですかね。そうですね、まあ、自分たちも、まあ、コンビとして長いこと、コンビとしての歴は浅いですけど、まあ、お互いなんとか組んでやって、でその YouTube チャンネルで10万人達成やっとできる、それをみんなでっていうところで本当にお祝いというか、そしてみんなで楽しくその日を、まあ、イベントとしてはもう終わってしまいましたけど、そういう中で善意で2000円とかで、自分も本当お金なかった時期がすごく長いから、でそれだけのお金を稼ぐことの大変さっていうのも分かってるから、でそれを自分たち七不思議のためにって言って集めてくれたのに、集めてくれたというかみんなが、うん、出してくれたのに、なんか自分たちとあと応援してくれてるみんなをなんか踏みにじられた気持ちがして、うん、僕は悲しいですね、はい、すごく本当に悲しいです、最後までその方をがそのこの10万人イベントのためにお金を集めるプロジェクトだって言って、僕のこうやってることには賛同できなくてリスナーを辞めてしまった方もいるんですね、うん、なんかそういうことだったりとか、まあ、いろいろ思って、今日僕たちが一番言いたいのはですね、お名前は今日はあえて申し上げておりません。ただ、我々はこういうことだけは絶対に許したくないので、1ヶ月以内にもしこれを見ていたら必ず連絡をいただきたいです。で、そのお金を請求したりとかそういうことじゃないです。ただ話がしたいだけです。 はい、それだけ。1ヶ月僕猶予をこう出しますので、絶対に帰ってきてもらいたいです。お話をしに帰ってきてもらいたいです。で、正直ですね、僕はもういろいろ調べてます。でいろいろな、コミュニティでこういうことがあった前例があることも全部分かってます。で
そういうコミュニティで今まではうやむやにして許されてたかもしれませんが、僕ないし我々のチャンネルは絶対に許しません。なので、もし連絡がない場合、法的措置を取ります。必ず取ります。なので、再発防止のためにもこうさせていただきます。他のコミュニティでまた同じことされても困るので、そこだけ今回はちょっとお伝えできればなと思ってますし、もしいないと思いますが、他のリスナーさん、これからリスナーさんになる方で、なんかもし他のリス、我々のこのをいつも応援してくれてる人に何か傷つけようなんてことがあったら、我々は毅然とした態度で、対応させていただきますので、その点も、1回だけですね、こんな配信はもう二度としないと思うんですが、ちょっと真面目にお伝えできればと思いまして、この動画を作らせていただきました。ちょっと関係ない皆様にはですね、急に物騒な楽しくない怖い話をお届けしてしまって大変申し訳なかったんですけれども、ぜひとも、これから七不思議チャンネルはですね、もっともっと皆さんに面白いものを作っていこうと、2人もそうですしスタッフ一丸となって、作り上げていこうと思っておりますので、今後とも何卒よろしくお願いします。本日はすいませんでした。ありがとうございました。